はい、頸椎の骨の勉強をしてみましょう。今現在ご覧になっていただいているのは左の頸部のソフトティッシュを映し出しております。これを骨レベルに変えていきます。今見えてきましたのが、これが頸椎の1番、これが2番ですね。ぐーっと回して大きく出していきます。頸椎の1番はこれですけど、別名肝椎と言います。肝椎は肝臓の肝ですね。和っていう意味なんです。ご覧になってお分かりのように和になってるんですね。で、これが2番 C の2ですね。熟椎と言いまして、こういう突起があるのがお分かりになると思うんですけど、これがついてますから、これが熟という意味ですね。車辺の熟っていう字ですけど、さらにこう入っていきますとこのようになっておりまして、肝椎が和になって、熟椎がこのように熟になっているということがお分かりいただけると思うんですけど、これを特にこの突起を四条突起というふうに言います。頸椎の1番と2番の理解を深めてください。ありがとうございます。